俺の10万返せ。どうも、しこゆうです。今日はね、G1 フェブラリーステークスってことでね、実践動画、撮っていきたいと思います。もうね、僕は今日もう、帯しか狙ってないんで、はい、しっかり、帯を取れるように、頑張りたいと思います。でまあ、なんかちょっとこの僕の本命馬がね、ソリストサンダーなんですけど、なんか粗品さんのね、ちょっと本命らしくて、そういうコメントがね、結構多々来てて、まあでも僕自身そんなに気にしてないっていうか、まあ本当にちょっと僕の予想をね、もう信じて、今日はね、ソリストサンダーと共に、進入したいと思います。まあ、それではね、ちょっと馬券の方買いに行っていきましょう。はい、まあそれね、馬券ちょっと買ってきたんですけど、まあ、ソリストサンダーのね、副賞5万円、ソリストサンダーとドライスタウトの2等軸の3連複、2万5000ね、ソリストサンダーの単勝に、2万5000行きました。もうこれね、まあ、正直も当たる自信しかないですね。マジで今日はちょっと本当に、初の G1 なんで、ちょっとマジで楽しみしかないですね。本当にもうそろそろ、まあ、レース始まるんで、ウィンズの方に、もう一回、行きたいと思います。マジで贅沢言わんけん11頭で来てほしい。ダメ、ね、だよかった。ダメだね。もう、うん、あー、いけるいけるいける、よし、させる。うわ、終わった。え、僕来てるやん。終わってる。はい、今ね、もうレース終わって、まあ、もうこれから帰るんですけど、まあ、もう結果はですね、まあ、皆さんのご存知通り、ソリストサンダーが発着っていうことで、もう、大敗しました。本当に。もう救いようがないよね。本当に。救いようがない。今回ね、まあ、いろいろね、まあ、馬に対して思うことはあるんですけど、勝ったもう俺が悪いとしか言いようがない。もう本当にこれは俺のせい、マジで。発着だよ。ライン予想しとったら8着を、うん、1着1着だろ買うなら。いやー、まあ、レモンポップ先生やん。結局分かっつったよ、あの強い馬っていうことは。もうレモンポップがね、強いっていうことなんかね、もう100も承知だったわけよ、こっちからしたら。お金がさ、何万円あってもやっぱ10万円失うって結構でかいよ。見た、あの俺がさ、馬券買う前のあのテンション、100万円ってずっと言うてん。帯取るとか言おったね。言おったよ。なんなら前日からずっと言おったな。くっそ、マジで悔しいですね。本当にまあちょっとこの悔しさをね、でもちょっとバネに変えて、まあ来週もだし、まあ次の G1 高松宮記念もね、まあ、もう全然倍返ししたいね、これほんまに。これマジでもう一回10万円勝負行ってもいいかもしれん。俺が悪いな、でも本当にこれは。まあ、選んだの俺だしね、結局。帰れる。もう、なんとか。ちょっとまだやっぱ精神的に不安定じゃけえさ。うん。ちょっと帰り事故するかもしれん。喜んで。うん。やっぱレモンポップ先生強すぎる。強すぎた。あっぱれ。あっぱれ、ほんまに。坂井隆生君おめでとうございます。気持ち切り替えて来週の、重賞予想も、気合い入れて、頑張りたいと思いますんで、皆さん、応援の方よろしくお願いします。また、それでは次の動画で会いましょう。あざした。マジで泣いていい。